乾杯。飲んで川越めっちゃばったり明けましておめでとうございます。ありがとうございます。本年もよろしくお願いします。今年もよろしく。おい、グダグダじゃん。おい、おい、でもちょっと、やいじゃん、どうぞ。よろしくお願いします。ハッピーホッピーよろぴくれー。あなたの深夜のパートナー鈴木真嗣です。この番組は川越にゆかりもない男女関係もない2人が川越にゆかりのある酒や川越に関係のあるつまみを片手にあることないこと管を巻いていく番組です。それではお楽しみください。とんど飲んで川越行きましょう。い行きましょう。いなんで川越。もっとおみき持ってこい。京都でみこさんやってます。キラサユリです。よろしくお願いします。今週も1週間お疲れ様でした。皆さん飲んでますか。鈴木真嗣です。あげましておめでとうございます。あげましておめでとうございます。あざそうです。なんか雑やな。去年お世話になりました。本年もよろしくお願いします。待って、そのテンションは、あの、言うても、こう、親戚が集まって知らんおじさんと挨拶する時のテンションと一緒だからやめて。うん、そう、落としてもください、落としてもください。そこまで黒ばかないか。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあもう、そう、三日の勤務して、疲れちゃってるんで、落ち着いて。あの、本年中もよろしくお願いします。本年中も、本年中も、来年、9年中も、来年中もよろしくお願いします。あ、言ってることは正しいんだけど、ちょっと、もう、管巻きすぎかな。うん、ということでこちらのお便りを紹介していきたいと思います。こちらのお便りなんですけれどもね、あの、はい、キラサユリの不調天ラジオという私がやっております、はい、インターネットラジオの方に来ていたお便りなんですが、とんのんでもぜひっていうことだったので紹介させてください。はい、はい、ラジオネームアジフライのあげられる数秒前さん、ありがとうございます。ありがとうございます。いろいろとマニアックなお酒も味わってほしいのです。味の好き嫌いとは別にアルコール類は飲めない方も一定数いるわけで、そこを上手に分かりやすく伝えてほしいのと、お酒にはそれに合うおつまみも必須だと思うので、よき組み合わせ紹介してほしいです。かしこいうことで、ありがとうございます。はい、ということで、どうなの、あのね、はい、せっかくそのほら番組にこう、まあ、お酒をね、その、まあ、変わったお酒とか美味しいお酒とか紹介してほしいと。はい、今キララが飲んでんの、何飲んでんの。私変わったお酒用意してまいりましたよ。はいはいはい、はい、本年中お世話になりました。9年中だ。いいよ、何飲んでんの、何飲んでんの。だし割りのお酒というお酒をいただいております。製造場が堺キャニング株式会社さんというところでございまして、はい、あ、販売者三菱食品株式会社。へえ、そうなんや。ほうほう。で、出汁割りのお酒という、こちらね、コンビニで購入しました。うん、コンビニで買えるの？コンビニで買える。あれね、出汁だよね、うん。パッケージの感じとしては、紙のやつで、あの、うんうんうん、カフェオレが飲みたいののやつ、あるの、わかる？わかるよ。だ、台形、横から見ると台形でさ、筒になってるさ、うん、紙パックのさ、紙パックあれを、わかります、わかります。逆さまにした、あ、アイスのパナップとかと同じような感じの入れ物に入ってるから、うん、パッと見お酒っぽくない感じがする。なるほど、ね、バンバンお酒、うん、すっげえ気になったのよ、その出汁割りでしょ。出汁割り、おでん屋で見かけた鰹節仕立て出汁割りのお酒という最高にそそるタイトルでございますね。わかる。え、味知りたい、はい、どんな味なのそれ。はい、いただきます。これね、電子レンジで温め済みでございますので、うん、でもね、アイスでもいけるらしいんですけどね。温めました、はい、もちろんいただきます。熱かんで、はい、いただいてください。あ、お酒はぬるめの感がいいっていうか、すごいやばい。これ日本人で嫌いな人いないと思う。
美味しいんだ。やばい、お出汁、This is Japanese って感じ。おでんのイメージで合ってる。おでんのイメージ、あ、本当にパッケージの通りおでん屋で見かけたっていうのの合ってる、合ってる。だから出汁割りのお酒って結局その日本酒を出汁で割ったっていう、その居酒屋とかで、バスへの居酒屋とかで出るあれよね。からそう、あれのまんまちゃんとお出汁の味が生かされてるわけだ。まんまお出汁の味生かされてる、やばい。日本人大好きじゃんこれ。このお酒のお風呂に浸かりたい。いや死んじゃうよ酔っ払って。いやマジで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 、もうこれで死ねるなら本望でございますぜ。いいかい。ナイスセンス、いいね。そんな感じです。え、鈴木のしんちゃんは、うん、僕はね今日はちょっとね、うんうん、作ってみましたシリーズでいきます。作ってみましたシリーズで、今日いただいてるのが、はい、ポクタンチュという、これね韓国ではちょっとね有名な飲み方みたいなんだけど、日本語で爆弾の酒って書いてポクタンチュって読むのね。でこれ何かっていうと、焼酎をビールで割ってます。これホッピー知ってる人はおっと思うんですよ。ホッピーってそもそもその焼酎にホッピーっていうのを入れて、なんかこうビールに似せた味を作って飲むっていうそのお酒があるんだけど、今僕が言ってるのは疑似ビールじゃなくて、疑似ビールじゃなくて、まんま焼酎をビールで、アルコールをアルコールで割ってるんですね。あー、これね、いや、あのさっきすいませんいただいて、今もちょっと一口いただこうと思ってるんですけど、実はためらっていて、ぶっちゃけ美味しくねっす。ちょっとこれ僕の割り方がまずかったのかもしんない。あの申し訳ないんですけど、これね今日狂月と、あとお正月じゃん、一応言ってもお正月だからちょっと高いね、恵比寿ビールを買ってきたんですよ。でそれで割ったのね。上等上等、うん、上等だよね。いや、うん、あの申し訳ないです、あの恵比寿は恵比寿でいただいて、焼酎は焼酎でいただいた方が全然美味しかった、ごめんなさい。いやこれはあ、いやいやちょっとね、いや勉強が足りなかったかもしれない。要は素人が見よう見まねで作るんじゃなくて、ちゃんと推奨されてるお酒だったりだとか、あとは配分とかね考えればよかったんですけど、ごめんなさい、何も考えずに、5対5 50-50 で割ってみました。素材を殺す男鈴木真二、素材を殺しました完全に。ちょっと申し訳ない、あ、うん、あのちょっとこの後はちょっとビールそのままいただきたいと思いますので、一応あのポクタンチュというお酒を紹介させていただきました。まマニアックという趣旨には合っているわね。合ってるよね、合ってる合ってる。でそれにね、今日我々合うおつまみをこう、うん、用意したんですよね。やっぱり正月にね、さっきのね、あのキララが用意したさ、そのだしに合うような ね、おつまみ実は用意しました、はい、いただいてますですよ、はい、いただいてます。はい、この年が明けても小江戸丸々屋さんには本当にお世話になります。足向けて寝られんね。本当にありがとう、はい、新年一発目から、はい、あの小江戸丸々屋さんのもろみ漬け、はい、にんにくを今日はいただきたいと思います。これな、知ってる人はさ覚えてると思うんだよ、我々の放送聞いてくれてる人は。はい、あのもろみ漬けのごぼういただいたんですよ、2ヶ月前か、ね、2ヶ月前確かいただいたんですよ。いただきました。新年一発目はもろみ漬けのニンニクということで、今我々の目の前にあるんですけど、はい、キララ言わせてください。もうごめんなさい、はい、これ僕から言わせてください。はい、くっせえ。ちょっとさ、もういつ言おうかと思ったのね、もう収録中からずっと。くせ。いや私も今さ、関西のブースで撮ってるんですけど、ブース中が臭いし、これ次入る時まで匂いつくやろ、迷惑やろって正直思ってる。違うんですよ、あの小江戸丸々屋さん、あの違うんです、あのまず正直な感想から、あとはね、うん、臭いって美味しいね、あのおつまみいっぱいあるじゃないですか、それこそ草屋だったりだとか、ゴルゴンゾーラだったりとか、シュールストレーミングだったりだとか、そうですね臭いものはうまいのよ。うまいんですよ。うまいのよ。臭いとうまいは、あの韻を踏んでいるから ね臭い、うまいね。ちゃんともう韻踏んでるから、臭いはうまいのよ。臭いの塊なんですよ本当に。はい、じゃあもうね、ちょっと喋ってばっかいてもあれなんで、はい、早速いただきましょうか、キララさん。はい、
私巫女さんでございます。明日も仕事なんですけど、いただきますね。そんなん言っても一応サラリーマンですよ。僕も明日仕事ありますけど、これ直接手ではいかないで、さすがに今日 手掴みは無理だ。手掴みだね。もうダメだよ。なんでこれ食べるのに満足スタイルで行こうとするの、相変わらず。もうお箸でいただこうね。どうなった、いただきます。じゃあ、はい、参拝者の皆さんすいません、ごめんなさい、臭くても許して。じゃあちょっと待って飲む。ちょっと待って飲む。あ、まずい、まずいって、ごめん、違う、あれだよ、お酒だからね、違う、もうニンニクはうめんだけど、これまんまニンニクじゃん。すごくせーくせーくせーは。これ歌っちゃうね。うまいし、待って、その替え歌も好き、うまい。くっせーくっせー。でもじゃこれちょっとこれさ、はい、あの絶対健康にいいよね。あなたが思うより健康ですだよね。これくっせーくっせーくっせーはあなたが思うより健康ですだよね。どうしたの、年明けから冴えてんじゃん、めちゃめちゃ。あ、マジ、え、面白かった。なんかさ、50歳ぐらいのおっさんが言ってるようだ。おっさんが爆笑してそうなネタでちょっと嫌だなって思ったけど、面白かった、面白かった。まあね、あのホットなの話題でもあるからね、一応、まあ、ホットって言ってもあれだけどさ、ただあのこれ語弊がっちゃいけないので申し上げますね、はい、美味しいんですよ、美味しいの、本当に忖度抜きにして。まずいのは目の前にある僕のお酒がまずいだけであって、ニンニク自体は美味しいの。お便りに あの書いてあるお酒にはそれに合うおつまみもっていうくだり、ダメです、チャレンジ失敗です。いや申し訳ない、すいません。ただね、はい、本当ね、このニンニクは皆さんぜひちょっとね、まずは騙されたと思って、うん、食べてみてほしい。いや、想像以上にニンニクの匂いがするんだけど、うん、うまいよ本当に、美味しい美味しい。で、悪いけどだし割りのお酒の方にはめちゃめちゃ合う。合うだろうな、いや思ったんよ、それ絶対合うと思った。だってさ、醤油もろみ漬けだからさ、醤油のやつじゃん、醤油にだし割りって、うん、もう日本人ここに極まれりって感じじゃない。合わんわけがない、合わんわけがないのよ。いやちょっと今日はこれをね、ちょっといただきながら、番組ね、進めたいと思うんですけど、はい、これキララ、はい、普通オタ、普通オタ届いてるんで、ちょっとこれね、はい、紹介させてください。普通オタいただいてるんで、ありがとうございます。トンノンネーム、はい、はい、ありがとうございます。キッチンコットンさんです。はい、鈴木くんすまん、このさゆりちゃんのパン作ってどういうことで、ということでこんばんは、どこで、あ、お便り。お便りで、お便りで。すげえとこから入るやん、すごいとこから。まあ いや2021年12月10日オンエアを聞きました、ありがとうございます、ありがとうございます。スケセン、はい、スケセンって訳されちゃってる。この回の放送をスケベな言葉じゃないけど、スケベに聞こえる言葉選手権のことかな。合ってる合ってる、スケセンな、はい、ラジオ川越さんの YouTube で聞き直すと、いろいろと意味深なワードを言ってらっしゃる。総合優勝は鈴木真嗣くんではないでしょうかと。はい、ほう、なんで、はあ、ちょっとこれいただいてます、はい、おつまみ、はい、何をつまむ、女の子、つまんで、何をつまんでる、乳首、ストレートでやっちゃう、誰を、ファンの女子、処女、やっぱり純粋無垢のバージン女子がいい、かぶる、シンジ君の亀の頭の皮、もんもんとした、いつもやん、ここまでかぶってないよ、上のクリックで顔向いたの、かぶってもいいよ、生は結婚してからで、今はゴムつけてね。ということで、新年明けましておめでとうございます。今年も元気にお過ごしくださいませ。巫女様は寒い中、お忙してお疲れでしょうが、ご自愛くださいませ。ということで。違う。これね、僕が番組中に言った単語単語を拾って、それにかけて、メールいただいたんだけど、そこまで考えて喋ってねえぞ、俺。ちょっと、三が日を働いた神聖な巫女さんに対して、下ネタ浴びせるのやめていただけます？違うんだって、でも俺メール読んだだけだから。読んだだけなんだって。すげえな。すごいよ、これ。読んでて笑っちゃったよ。ごめんね、ちゃんと読まないといけないのに。いや、なんか、ツッコミがうまいよね。あ、ツッコミもなんか突っ込まれちゃう。いや、いけない。あたしたら巫女さんなのに。おい。十分うまいぞ。そこまで頭働かんかったぞ、俺は。いけないいけない。お前何言ってんだぜ。ちょっとちょっと。いや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 、そう、言って
ってた言葉のワードのチョイスもあれやけどさ、あのさ、うん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 、総合優勝鈴木伸二くんで全然かまへんねんけどさ、鈴木のしんちゃん、スケセン、スケベな言葉じゃないけど、スケベに聞こえる言葉選手権でさ、はい、スケスケワードアワード2021で、総合優勝、ね、あ、そっちのしんじくんの1位選んだ1位の言葉、キラーさゆり選んではったやんですか、はい、はい、キラーさゆりをノミネートさせていただきました。え、なんでこれさ、いや、ちょっとじゃあすいません、本当裏話なんですけど、ちょっとこれね、言わせてください。おう、これ巧妙かつ、体育館裏で聞くわ。巧妙かつ心理戦が働いてたんですよ、このキラサイリを選んだ理由として。おうおうおう、これね、打ち合わせ中に、じゃあそれぞれお互い好きなこのスケスケワード選ぼうよってなってて、うん、キララがさ、俺にさ、打ち合わせ中に、うん、え、キラサユリって来てるんだけど、これしんちゃん見た？みたいな話振ってきたよね。振った、振ったよね。自分からキラサユリっていうワード出したじゃん、打ち合わせ中に、わざわざ。他のはさ、うん、隠してたくせに。俺ここでね、思ったのよ。あ、そういうこと？これは俺今試されてるな。1位に、うん、当然キラサユリ持ってくるよねって俺は試されてると思ったの、そのキララが打ち合わせ中に行った時に。あ、はい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 、これは今絶対に1位はキラサユリ言うでしょ、そうよね、間違いないわよねって俺は言われたと思ったのね。めっちゃ考えたんよ、これは今本当にこう言うべきなのか、いやでもこれは言わないと逆にダメなんじゃないか、そうだよな、それを期待してるんだろう相方はって思っちゃったの僕は。これ心理戦だったから、俺の中ではどっちか何を持ってくるかっていうのを打ち合わせ中からもうなんか試されてると思っちゃって、それで俺あえてよ、ちんすこ5万個が1位に決まってんじゃん、あえてキラサユリを1位に持ってきたんですよ、あの時。わかる？勝手に心理戦すな。いや大胆だなと思ったね、大胆にもこうわざわざワード吹っかけてくるから。いやいや、もうマジで本当勝手に心理戦してるだけだからね、勝手に人狼を始めただけだから。俺の中でそう、一人人狼が始まって、ね、今絶対になんかこう、今だったら今カード切っても勝てるんじゃねえかみたいな。いや本当キラさんより来てるじゃんわ、本当にたま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 で。で、あの、もう二人とも黙っとこう、ちゃんとオンエアで何言ったかっていうのを分かる感じにしよう、ルンルンみたいな感じやったよ。本当に純粋にルンルン、黙っておこう、何にしようかな、あ、もうこれ絶対チンスコ5万個みたいなふうに思っただけで。何の心理戦もない、本当にもう裏を持てない純真ないい子。いやー、俺騙された、まんまと騙されたな、さすが。もう人狼、人狼だと思わなかったよ君が。人狼じゃないっつってんだろ。いや、もうなので、もう今年ね、今年2022年もやるけど、もう騙されないぞ俺は。だから騙してないから。いやいや、しんちゃん2022年、もうちょっと他人のこと信用しよう、はい。ちょっと疑心暗鬼になってたわ。ちょっと最近あの E カードを読み直したから。E カードゲーム読み直したから疑心暗鬼になってたわ。大事の富山先生のやつやん。もう私ら福本先生大好きやから、すぐネタ通じるけど、全員が全員 E カードのところ読んでるかは分かんないよ。パチンコの沼のところからかもしれないじゃん。カイジの話しちゃうよね。そこ掘り下げるんだね。うん、じゃあちょっとね、あのカイジの話はここまでにして、ちょっと投げよ。そうだね。他のお便りも来てるもんね、ここらで、はい、これちょっとコーナーのとこでね、はい、紹介したいと思いますので、はい、それではここらでお開きでいうことでね、お開きでいうことでね、はい、はい。このコーナーは音楽のコーナ
っぱい曲名書いてくださってすごく嬉しかったんですけど、 HH の歌詞の曲リクエスト選手権なんていうコーナーはありません。気づいた、ないよあとないです。トンノネーム吉原さゆりさん、もう一回言います、はい、吉原さゆりさんはい、ありがとうございます。何度でも口に出したいトンノネームですね素晴らしいネーミングセンス、ありがとうございます。すごい、もうタイトルとトンノンネームだけでこんなに語らせる、すごいね、妙義、ありがとうございますでね、うん、本当に曲も実際何曲も上げていただいて、ね、5曲以上上げていただいて、うん、ねえ、そうだ、1曲1曲すごいクパーッと広げたい感じだよね。クパーッパー、はい、広げましょうはい言うな。だって鈴木伸二君もそういう言葉言ってたって言ったから、私も使っていこう、総合優勝したいしと思って。いや、いいわ総合優勝はいけないいけない、キラサユリが下ネタのあのスケスケワードアワード2022になってしまうあかんか、はい、ありがとうございます。そうで、本当にいっぱいこのね、うん、実は他にもこの音楽のコーナーかっこ雑にはお便り来てたので、あのですね、ご提案なんですけれど、はい、我々2月って特にフリートーク話すことないじゃないですか。ないですね、バレンタインとか。バレンタインって何ですか、はい、食べれるんですか。ないですよ、うん、美味しいんですか。ないですよ。食べれる人は食べれるみたいな。あんま食べれない人がいるんだよ、うん、なんでないです、うん、ないです2月、はい、そう、うん、本当にない。私もあげたりとかはないっていうか、バレンタインって人が死んでるやんって感じする。やめろっていう感じなので、うん、よかったらですね、うん、来月音楽のコーナーかっこ雑、うん、多めにやりません。お、スペシャルやっちゃう。スペシャルやっちゃおう。やろうよ ね, ね、せっかくやっちゃうよ、やろうよ、うん、そう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 、2月話すこと特にないし言う、まだまだ言うか、まだ言うか、はい、まあ、節分は忙しいけど、いや、ね、でも、ね、忙しいよねっていう感じ、うん、うん、正月三が日より全然大丈夫だし、はい、じゃあ全然喋ることないね、エピソードトークないし、うん、本当にない本当にない言わせるなよ本当にないじゃあやろっか3回言っちゃったよ、やろ、大事なことだからやろ、うん、うん、はい、やりましょう。ということで、今回はこの上げていただいた音楽、うん、ちょっとクパッと広げませんが、なおかつ来月もかけるかもしれませんが、はい、気になった曲、一曲かけたいと思います。お願いします。さくらさおりさんで、トゥルーマイハート。なんで？なんで？カラコン！の時間となりましたよ。ここで番組からのインフォメーション、はい、番組では皆さんからのメールをお待ちしております。音楽のコーナーかっこ雑では、とにもかくにももう皆さんがもう聞きたい曲を送ってきてください。かけます、かけるので送ってきて、はい、頼む頼む、はい、そしてスケベな言葉じゃないけどスケベに聞こえる言葉選手権では、あなたが日常の中でスケベに聞こえる言葉を送ってきてください、はい、メールアドレスはこちら、トンノン川越アットマーク gmail.com、 tonnonkawagoe アットマーク gmail.com です。はいはい、またまた番組では個人法人大口小口問わずスポンサー様幅広く募集しております。詳しくは番組ツイッターアットトンノン川越の固定ツイートご確認ください。あとあとツイッターでは第一企業24時から実況もしております。ハッシュタグトンノン、ひらがな4文字トンノンをつけたら参加できますので、どうぞお気軽に参加してみてください、はい、あと私の告知、インターネットラジオ渋谷ラジオ東京様にてキラサユリの不頂点ラジオという番組しております。よかったら聞いてみてください。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくします、はい、ということで音楽のコーナーかっこ雑、満を持してですよ。ようやくこう乗ってきたね、はい、うん、はい、満を持して広げたいと思いますので、クパッと拡大スペシャルいうことでやらせてください。どうぞよろしくお願いします。はい、でね、2月なんか なんでかは分かんないけど、なんとなく恋愛のものが季節ものっぽい感じする予感がするから、なんか分かんないけど、ね、うん、恋愛ものっぽい曲で来てくれたらいいかな。これだけは絶対に先に言っとく、はい、もう絶対に書けない曲あるから。そうね、バレンタインデーキスはかけません。はい、そうね、はい、そうね、かけません、はい
な何キスやってもうなんかなバレンタインデーキスはかけません。何デー全然なんか悪かった忘れて なんか行事名がわからん、行事名かすらもわかんないけど、なんとかデイキスみたいなやつ全然わかんなかった、はい、絶対かけないのでよろしくお願いします。かけません。はい、でもなんとなく恋愛にね、あちなんだような、うん、はいはいはい、もう次々新年一発目、はい、ね、はい、終わりましたけど、はい、どうでした。いやーていうかしんちゃんおだいぶ酔っ払ってないですか、うん、自分あのすいません気づかれないように頑張ってたんですけど、これ悪酔いするな、やっぱそうだよね。なんか酔い回っちゃってる雰囲気しちゃってるな、しんちゃんにしては珍しくて思ったんよね。気づいただよね。いやでもさ、あの今日月が18とかでビールが5やから、うん、平均値出したら大体11ぐらいやんか、うん、いつも飲んでるやつよりも弱いね。計算間違ってるからんな、アルコールで割ってあの平均値になるわけないんだよ、上がるんだよむしろ。おかしいだろそのガバガバな計算方式。私文系だから分かんない。どんだけガバガバなんだよ。でも酒飲みさんこういうわけ分かんない謎の算数やってくるよね。もうなんかさ自分に都合のいいように計算するからね。日本酒飲みすぎたからビールで薄めるわみたいな、ビールチェイサーでやるねみたいな感じするよね。しちゃうんですよ、しちゃうけどもね、ちょっとこれはもうやらないのと、あとね、はい、今日みんなねあの気づいたかもしれない、はい、今日実はあれなんですよ、はい、平日収録していて。あの新年ね、あの三が日明けて実はこれ撮らせてもらってんだけど、はい、ごめん、あのやっぱりキララ大変だったよな、ごめん。来年は絶対に年明けに撮りません。いやこれはそう、あの年明けはやめよ。年末に撮ろう。明けてないけど明けましておめでとうございますって言おう。それを言おう、もう開けてないけど開けましてって言おう、あのだから12月24日25日どっちでもいいよ俺。開けとくから。あった、私も多分どっちも空いてるわ。どっちも空いてる。じゃあ、来年っていうか今年か、今年はそれで調整しようか。いやいや、まあ、キララそれではここらでそれではおひらきで開けとくわ。頼むわ。っていうか空いてるわ。俺も。この放送はパープルワクチン様の提供でお送りしました。